どうも、ニーハオ。今回ですけれども、海鮮野菜炒め弁当の6日分作り置き丸ごと冷凍弁当を、どうも、お任せクックのゆるキャラ、おーちゃんと共に紹介させていただきます。今日もよろしく、おーちゃん。どうも、ニーハオ、おーちゃんです。今日もよろしくね。今日も絶好調だね。早速、材料紹介させていただきます。カット野菜 600g。お任せくん、これよく使うよね。はい。このカット野菜は安いゆえに、水で洗わずそのまま使えるので、すごく便利です。便利な世の中。冷凍シーフードミックスが 200g。合計590円。590円で、調理のスタートです。まずはご飯を3合炊いて冷ましておきます。自分の炊飯器は3合しか炊けないんですが、4合ぐらいがベストの量かと思います。次にシーフードミックスを電子レンジでチンします。時間は何分ぐらいチンするの？はい。レンジはラップをして600ワット7分チンします。チンが終わると水分が結構出るので水分を一旦捨てます。レンジを長くしすぎても海鮮が縮こまるので7分ぐらいがベストかなと思います。今回はオリーブオイルベルオールブ。え？なんだって？オリーブオイルを使いたいと思います。オリーブオールブ、オリーブオイルは何杯入れるの？大さじ1杯入れます。次にこのカット野菜を大量投下します。2袋全部入れるとてんこ盛りになりますが、火を入れるとしんなりになります。野菜に火が通ったら海鮮を入れます。海鮮を入れたら塩コショウ少々、醤油を大さじ3、ラカント大さじ1、白ごまを適量入れていきます。強火でまんべんなく炒めていったらあっという間に完成でございます。調味料もシンプルですっごく簡単だね。はい。カット野菜を使用しているので時短調理にもなります。弁当箱に詰めていきます。ご飯の上にオーバー気味にラップを引くと解凍した時にかけたてみたいになるのでいいですよとアドバイスをいただいたので早速アウトプットしていきたいと思います。アドバイスありがとうございます。ありがとうございます。すっごくいい感じにできそうです。具を乗せていきたいと思います。最近は自分じゃ気づかないことがたくさんあり、いろいろな方法が存在するんだなと改めて痛感しました。いろいろと勉強させてもらってます。おーちゃん、いかがでしたか？いやー、時短調理すぎて、瞬きする時間がなかった。なんちゅうこっちゃ。最後に蓋をパパッとして、冷凍庫に保管すれば、OK でございます。弁当を解凍するときは、蓋を少しずらし、600ワット5分で、美味しくいただけます。ラップの下を見てみると、炊きたてのご飯のように、綺麗にできていました。本日の洗い物はこれだけでした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、バイバイ。